どうも皆さん、こんにちは。トロ7400いったけど、ちょっと沼っちゃって、トロよ7400。切ってしまいました。ケース、ケーです。ポーということで今日も、ブロスタ実況やっていきましょう。いやーね、トロね、せっかくね、頑張ってあげてね、7400にしたのにね、もう20ぐらいね、下がってしまいました。ちょっと慣れております。で、今日は何をやるかと言いますとね、先日私、ケースケ、通常のブロスターボックスから、クロウが出現したんですよ。いや、本当にね、ありがたいですよ。でね、クロウといえばね、スキンがね、ありましてね、例えばこのホワイトクロウですね、80エメ。で、次が、300エメの、この不死鳥クロウ。これ、かっこよくないですか？めちゃくちゃ欲しいんですよ。なので今回ですね、私、ケースケといえば、もう、ハイ課金ですよね。なので今からね、課金して、この、不死鳥クロウをね、ゲットして使っていきたいなと思います。さあ、それではね、早速購入していきますよ。300円目。これね、1円目、クラクラクラワッチが、1円目の価値が、もう、5、6円目ぐらいの価値があるんですよね。めちゃくちゃ高い。7円目だっけな、ぐらいの価値があるんで、これ、7倍すると2000いくらとか、なんか、それぐらいかかるっていうことですよね。2000円ぐらいの価値があるということで、早速、不死鳥クロウ、ポチッとね、購入してって、来た、来ました。不死鳥ですよ。もうワンピース好きならね、もう不死鳥マルコとかね、想像するんですか。来ましたね、不死鳥クロウ。いや、かっこいい。なので、ちょっとね、不死鳥クロウをね、これね、選択いたしまして、早速なんですけどもね、ちょっとこの不死鳥クロウを使ってね、トロ上げ、やってみたいなと思います。さあ、早速、使っていきましょう。今回クラメンと一緒にトロ上げしていくんですけど、今回相手ノラかなわかんないんですけども、とりあえずね、クロウもね、やっぱね、練習していかないといかないですよね。なので、とりあえずサイドに分かれていって、策敵をしていきながら、とりあえず、クロウはね、距離を取っていきながら、射程もね、そこそこ長いんで、距離を取っていきながら、こう、盤面を崩す的な、なんかやっぱりね、火力自体はないんで、こう、場をかき回すみたいな、そういうイメージでいきましょう。で、この、よーし、2キル取った。2キル取っていって、ちょっと、ヤクモさんが、左サイド来てるのかな？ちょっと、わかんないんですけど、これ、あれ、ヤクモさん、左来ます？左来るんだったら僕、右行きますね。まあ、とりあえず、移動速度も速いんで、こう、動き回ってって、こうね、相手をこう、かき乱していくみたいな、そういうイメージよ。そういうイメージ、ちょっとやばいな。ちょっと体力やばいんで、ちょっと隠れていって、あー、やれていったんで、ちょっとね、でも、ま、キルは取れてます。キルは取れてるけど、エメラルドは取れてないな。ちょっと、オッケーオッケー、ナイスです。シュンさんナイスです。いつもトラゲありがとうございます。まあ、迫撃砲ね、裏に隠していって、で、相手のニタが、結構ね、エメラルド取ってるんで、ニタをちょっとやっていきましょう。一旦ちょっと、散ります。散ってって、これね、飛んだ時の毒矢がね、やっぱね、結構ね、火力が出るんですよ。全部当たると。なのでね、それでね、火力ちょっと巻きてますね。ちょっと巻き、押されてますんで、ちょっとニタやりに行きます。あ、カウント取られましたね。カウント取られましたね。カウント取られたんで、ちょっと追いかけに。あ、待って。ニタがあともうちょいなんだよ。ニタがあともうちょい。あのニタが、邪魔すん。シェリー邪魔。あ、シェリー邪魔。待って。いや、あのニタやりに行こう、みんなで。あのニタやりに行こう。オッケー、カウント止まってる。ナイス。ヤクモさんナイス。ナイスなんで、ちょ、守りましょう。あ、待って、取られ返した。まあ。とりあえず、相手のシェリーはもう、近づかないで。とりあえずダメージ与えて切り取っていく。オッケー、いいよ。で、ブルいたな。ブルいそうだなって思ったら、ブルいましたね。まあ、こっから逆転できるんでしょ。ヤクモさんがどこら辺にいる？ヤクモさんと、こう、味方の位置。必殺技をね、ちょっともう一回ウルト使っていきたい。で、エメラルド俺回収しません。で、ここら辺ブルいそうだな。ブル、いたね。やっぱいたね。いて、こう必殺技飛んで、こう、不死鳥マルコをやりたい。不死鳥マルコをやっていきたい。行きましょう。こっから、不死鳥を使ってって、瞬間移動。あー、突っ込んできたんで、ちょっと守りましょう。待て。ヤクモさんやりたんで。敵に取られた。敵にやばい。相手の、さっき使わなきゃよかった。さっきウルト使うべきだけど、このシェリーをやれば止まるカウント。シェリー、よし。で、こうやって取り返してって、OK 逆転。で、まだ引かない方がいい。これカウントまだエメラルド湧いて取られるんで。一旦これでステイ。ステイからの OK、いいよ。で、これで、よし、ナイス。ヤクモさん下がってください。ヤクモさん下がりましょう。みんな一度下がってって、で、俺はやばくなったらこれ、ウルトを使っていって飛んでいけばいいんで、飛んでいって、で、オッケー、勝った、危ねギリギリの戦い。ちょっと、不死鳥マルコの、
った。あ、かっこいい。勝った瞬間、この、飛んで翼が広がる感じかっこいいっすよね。だからちょっとゆっくり見れなかったんで、もう一回やっていきましょう。ちょっともう一回にやっていきましょう。相手はコルト・フランクのポコですね。なので、マイルさん同じ方向来ちゃいますか。了解です。じゃあ僕右行きますね。右行って、で、移動速度速いんで、このね、コルトの射程になるべく入らないようにしていきながらね、フランクが、裏回ってんで、ダメージ与えといて、このじわじわですよね、やっぱり。こう回復できないっていうのがすごい嫌ですよね。で、待って、ポコがいるんで、一旦こう当てといて、ダメージを、継続ダメージを与えていきましょう。で、回復させていきたい。あー、ついていたい、あー、やいた。やいた、ちょっと、下手なのはね、ちょっとご了承ください。今回のテーマは、クロウの、このスキンですよ。この動きとか、あとね、この、こう投げるやつ。投げる刃に関しては、そんな特別な仕様はないですね。ないんで、OK、切り取った。ナイス。俺ナイス。俺が前線上げていくんで、安心してください。向こうでしたね。向こうなんで、射程外からこう、チラチラと、ひょっこりはんしてって、こうダメージは。はい、ひょっこりはん。はい、ひょっこりはん。こんな感じでね、ひょっこりしていきながらね、ダメージを与えていくわけですよ。で、あ、これ継続ダメージとかもこう、じわじわ入るんで、ウルトも溜まりやすいですね。ウルトも、はい、毒のダメージで、ね、こう、じわじわと、溜まっていきます。で、いい感じに前線を押し上げていっての、いいよ、いい感じ。で、もうですね、シュンさんがもう、ためてくれ、最後飛んでおいて、ってやっつって、あー強い！これよ！不死鳥クロウの、こう、着陸の瞬間にこう、ナイフ投げるんですか。それがね、全部当たるとめっちゃダメージが入るっていうんで、ちょうど相手の敵の位置に、こう着地するとめっちゃダメージ入るんですよね。これ強っ！すごい！ちょっともう一回やっていきましょう。もう一回行きますよ。行っちゃいますよ。さあ、マッチングするかな。これ相手もこれ、ルーム組んでる感じありそうだな。どう？敵はですね、丸坊太郎さんがいますね。ジェシーとレオンですね。ジェシー、レオン、なんで、まあ、ジェシーがミッドで来るかな。あー、で、これ、移動速度速い対決、制していきましょう。制していきます。で、こっちの方が若干射程が少し長いんで、ちょろーつって、ちょっとお互い合っていく。で、こっちの方が、やっぱり毒のダメージ、こう、当たんないですよね。これでレオン牽制できてるの大きいですね。あー、ただミッドがちょっとあれなんで、こうね、逆のサイドのフォローとかも、していきながらね、こうね、フォローしていきましょう。で、おいしょ。相手のレオンは、よーし、韓国の方ですね。牽制して、あー、チェーンが、隣から、自身の、チェーンが来てますが、オッケー、とりあえず俺が一旦回収していきます。いやー、待て、自身のタレット見えてなかった。ちょっと盤面結構かき乱されてますね。相手のブルに結構か乱されてる。相手のブルだな。で、おし、クマちゃんと一緒に挟み撃ちしていって、で、あー、これやっぱ、かっこいい。不死鳥クロウのさ、スキンのさ、毒のさ、あれいいよね。毒のあれがさ、これかっこいい。で、裏回ってって、こう挟み撃ちしてて、タレットも壊していきましょう。で、あー、ちょっとチェーンが。で、オッケー、迫撃砲強っ。迫撃砲ナイス。で、よーし、あとは、守っていくだけ。ちょっと待って、全然左の、親指のアイコンの方が、ちょっと全然動きってないから、せっかくの移動速度が速いというメリットを活かせておりませんが、さあ回避してって、ジェシーちゃんにも攻撃を当てていって、守っていきます。まあ、固まりすぎると、チェーンライティングが入るんで、なるべく固まりすぎないっていうのがポイントになるんですが、さあ来ました。強い。3連勝。クロウ強いな。やっぱり。でね、トロ到達するとパワーポイントもらえたりするんですか。僕ね、あれ優先的にね、クロウもらってね、クロウのレベル今めっちゃね、頑張って上げてるんですよ。だからね、結構ね、クロウレベル7になってくると、やっぱり違ってきますね。レベル1の時はやっぱり、PS9 ですぐ死なしちゃってたんですけど、ここね、来るかな。あ、来ないですね。全然来ない。チェーンが入る。ポコが来てるな。すいません。サイト、ちょっと押し上げられてないんですけども。シュンさんです。シュンさんうまいな。シュンさんのミッドが素晴らしい。よし、これでチクチクダメージ与えてって。でね、クロウね、毒のダメージで、こうね、相手が、ブッシュに入っても、しっかりとね、こう、わかるんですよね、相手のブッシュ、光るんで、毒、継続ダメージ食らうと、しっかりとこうね、これ、ちょっと毒与えたいな。これね、芝生の中にいても位置がわかるよーっていうのはね、ちょっと伝えたいんですけど、これ、ほらね、やっぱりね、こう、チラチラ映るんですよ。これ、大きいですよね。だから、これ、ブッシュが多いマップでも、やっぱり強いなっていう感じはありますよね。で、オッケー、クマちゃんに追いかせて、こっちの方に来たんで。で、移動速度の速さを生かして攻撃をかわしていきたい人生だった。かわせない。オッケー、ナイス。ナイス、シュンさんナイスです。で、ウルトを使うタイミングどうしましょうか。ウルトを使うタイミング。じゃあ、いい感じに着地をしてって、こう、盤面、はい。腰方八方。
ね、ない、毒ナイフ飛ばして、今2キル取りましたよ。で、キル取ればやっぱり相手ね、最初の位置に戻っていくんで、だいぶ時間のロス。で、こっから3対1の状況なので、しっかりと守れますよね。これが大きい。で、移動速度の速さを生かして攻撃をかわしていく。で、そして、ジェシーが来てますね。ジェシーが来てるんで、こっちサイド寄って寄って、オッケー、ナイス！強い！やっぱね、こう、この不死鳥のスキンがあると、うわ、課金者だ！結構課金者強いんじゃないかな、みたいな。そんな威圧も取れますからね。すごい、これ有効的。スキンで相手を威圧していくっていう、そういう攻撃法。そういう編成で。ちょっとね、もう一回トラゲやっていきましょう。続いては相手が、これノラかな？ノラのマッチングっぽい追い荷がしますんで、まあ、ジェシーとかがやって、こう、ミッドで、こうやってくるかな？オッケー、ダメージ与えていって、サイドに回してっての、裏回っていきましょう。で、これで、この継続ダメージ嫌ですよね。で、おうしよう、ナイス！ナイス！ナイスキル！で、ブロックが、あ、迫ってきてるな。ブロック迫ってきてるけど、あ、ごめん、取っちゃった！今のは良くない！今、ミッドが取るべき、エメラルド泥棒です。エメラルド泥棒。さあ、これで、あ、相手燃えてるね。いいね、エフェクトがいい。エフェクトがいい。こう、あ、ちょ、食らっちゃったんだけど。しっかりと継続ダメージを与えてて、横からしっかりと、あー、死んじゃった。ちょっと、ね、体力満タンの状態でぶっ込んできたけど、でも相手のジェシーも、もう体力も全然ないですからね。体力も全然ないんで、結構もうきついでしょ。これ前線大防止上げてますよ。で、相手のブロックが必殺技使ってきたんで、ナイス！シュンさんナイス！シュンさんがうまい。え、もう余裕じゃね？もう10個ぐらい溜まったタイミングでちょっととつるか。とつっていきましょうか。マイルさんもうまいな。マイルさん、車線を切って。車線を切ってって。で、しっかりと。よし。で、相手これコールと死にますね。これ、ね、回復できなくて、しかもよ。じゃあちょっと、チコーンって飛んでって、着陸のタイミングで。はい。残りわずかで HP だったんで。ブロックがあっさり死んでいきましたが。よし、これでダメージも与えてって。ほら、よし。で、3本の短剣を投げてって、さあ、これで、強い。クロー強い。こんな勝てちゃっていいんですか？いやーなんかこう、思ったのが、自分不死鳥クローを使って、で、味方には、こう、フランケン、なんか、こう、白ひげ海賊団パーティー的な、なんかフランケンってさ、ダイヤモンドジョズっぽいですか？じゃないですか。なんでダイヤモンドジョズっぽく、フランケン使ってもらって、で、もう一人はね、こう、バーリーで炎で、こう、秘剣のエース的な感じをやってもらうとか、そういうの面白そうじゃないですか。そういうパーティー、ネタパーティーを組んでね、こう、友達と遊びたいっすよね。さあ、行こう。前線押し上げてって、こっからジェシーが、あー、索敵してきたんで。一旦、サイド、シュンさんがやばいんで、俺が回収して、一旦引こう。あっぶね。取られるとこだった。あぶね、これ俺ミッドになっちゃった。どっかのタイミングでシュンさんの近くにエメラルドを献上しに行きたい。俺自ら死んで、献上しに行くか。あー、パームが設置しちゃったんで、これ毒のダメージ無効化されるの嫌ですね。ね、でも前線申し上げてる。シュンさん死んじゃったんで、一旦これ俺が回収に行きます。回収盗んでって帰ります。盗んで帰る。あー、タレットが辛い。タレットにも、あ、ダメージ入るんですね。タレットにもダメージ入る、大きい。で、もう一回攻撃していきまーす。で、これでタレット壊せるかな？壊せそうですね。壊せたんで、一旦こっから引いてっての。よし、こうヒットアンドランです。ヒット&アウェイか。ヒット&アウェイでどんどん解消していって、で、継続ダメージ与えてきて、再建。相手のパムがね、ちょっとね、あーちょっと、コルトが前線上がってきてんな。よし、ここで相手のジェシーを結構なダメージ与えていって、こっから引いたタイミングで自分も一旦引きます。相手が引いたタイミングで自分も一旦引いていくっていうスタイルで、なかなか今回ちょっと押されてます。ちょっとリードを許しております。ちょっとなるべくこう相手にこう出させない。よし、ナイス。で、ナイス。タレットがやばい。残り9個。残り、こっち8個。こっち8個なんで、一旦これ引いて飛ぶ。引いて飛んでって、あー、レッドジーム。カウントダウン取ったんで。でもまあ、湧いてくるんで、よし。それを取りたい。それを取れば、あー、11個取られてません。11個取られてんで、これは引いていきたいけど、ちょっと前に出すぎるのも良くない。俺がエメラルド持ってるから、なぜなら俺がエメラルド持っているから、あー、ダメだ、間に合わないか。おー、間に合う。でも俺が突っ込んじゃダメ。これは俺が突っ込むとやばいやつ。少し取るだけでいいよ。マイルさん引きましょう。みんなで引こう。みんなで引けば怖くない。引きましょう。マイルさん、お願いします。引きましょう。残り5秒前。4、3、2、1で。オッケー、勝てましたね。うわぁ。うわぁ。
今のは熱かった。今のは熱かった。いやー、いい試合。さあさあさあ、連戦連勝やっておりますが、行きましょう。これもう勝ち切って、もうすぐで340台でランクアップするんで、もうあと2連勝したいですね。お、突っ込んできましたね。突っ込んでくるタイプ。で、僕の対面が、バーリーなんで移動速度の速さを活かしていって、攻撃をかわしていきながら距離を詰めていって、で、バーリー自体体力は少ないんで、これじわじわと削っていけば、OK、プリモにもダメージ与えていって、距離を詰めていって前線を上げさせないようにしていきます。で、これ一旦引いてからの、ここからね、壁とかをうろちょろしていって、牽制させていきます。牽制するともう相手気になって、上がんなくなるんですよね。上がんなくなりますよね。で、おしおしおし、ダメージ与えていってからの、飛んでってダメージ与えていってさ、これが強いな。やっぱりこう、引きつけて引きつけてジャンプして、さらに、こう、敵にね、ダメージを与えていくっていう、これが強いな。で、相手のバーリーにも毒のダメージを与えていって、こう、前線上げさせないようにして、相手のプリモに今ダメージ入ったので、継続ダメージを与えていってさ、キルを取っていく。いいよ、なかなかいいです。ペース的には悪くない。ちょ、まあ、2個ぐらい取られてますけど、まあ、許容範囲。2個ぐらいはもう許容範囲ですよね。で、オート M。よいしょ。で、使っていって、ダメージを与えていって、どうだ?これでもう残り9個あっという間に。で、隠れていっての、さあさあさあ、体力回復させていって、前線を、こう、維持させていきます。で、シューンさんが、いいですね。いいですよ。で、ちょっとね、テンパった時だけオートエイムにします。テンパった時だけオートエイム。で、ここら辺で近づいていって、ダメージを与えていって、そうそうそう。これでもう、こっち10個止まってんで、もう一回飛んでっての、あーし、あー、かっこいい。光り輝く黒。光り輝く。飛んだ瞬間に、勝つと、光り輝いたまま、空中で、止まりますね。素晴らしい。よし、次勝てば340でランクアップするんで、頑張って、張り切って、やりましょう。いいよ、いいよ、いいペース、いいペース。トロがガンガン上がりますね。クラメンの皆様、ありがとうございます。やっぱりね、野良で回すよりかはね、クラメンとこういう風にね、回してった方がいいですよね。あ、友達とかと。一緒にね、やってた方がいいよね。で、相手のニタですね。ニタを牽制していきながら距離を。ニタもそこそこね、距離ありますんで、そこそれなりに距離ある、射程ありますんで。で、あー、いい感じに、いい感じにこう、あー、いい感じです。相手のブルが。相手のブルのこのエメの回収の仕方が、なんかスケベですね。いい感じのスケベ。いい感じにスケベ。もう、なんやかんやで4個取られてますからね。あ、ちょっと HP 回復させていこう。HP 回復させていこう。この HP 管理もね、重要になってきますよね。で、ブル来るかな?ブル来るかな?食いそうですね。来そうなんで。あ、距離詰めてきましたね。あ、距離詰めてくる?いいよ。やる?やる?俺、ウルト溜まってるから。ウルト溜まってて、はい、ブルにも大ダメージ与えていって。いいっすよ。いいね。俺、なんか上手くなってない?気のせいかな?味方が上手いか。味方が上手いとさ、自分も上手くなった気がするあるあるだよね。なんか、あれ?俺上手くなっちゃったかなっていう感じがしますよね、なんか。ね。普通に自分が上手いわけじゃないのよ。自分が上手いわけじゃなくて、味方が上手いから。あと、クローンのレベルも上がったっていうのもありますね。やっぱりレベル1だと、すごい、やっぱすぐ死なしちゃったっていうのもありますから。で、はい、毒のウルトのダメージも入ってて、相手の敵のブルやりたいですね。敵のブルやりたいな。敵のブルがなんやかんやエメラルド回収するのがすげえ上手いですよね。すごい、めちゃくちゃ、あーでもちょっと味方2人が、下がっちゃってるんで、その間に自分も下がっちゃうと、逆に前線ね、すごい上げられちゃうっていう可能性もありますんで、自分はなるべく、今、相手の2体に対して、2人向かっていきましたね、クラミンが。なんで、ちょっと、あの迫撃を壊したい。で、このブール回収させないように、このエメラルド、を威圧してって、で、残り、あ、オッケーオッケー。17だったら、こっからエメラルド湧いても間に合うんで、大丈夫です。で、シュンさんがちょっと危ないんで、いいですね、1個追加してって。で、OK。ここから連打してって、さらにダメージ与えてって、ブルに大ダメージを与えていって、で、これでブルに切り取って、はい、対象ですね。対象してって、これで、340になりました、よいしょ!ランクアップ。ごちそうさまです。ありがとうございました。いやー、やっぱり、不死黒を使うだけになんか、強くなった気がしますね。ということで、今回はですね、激レアスキン、不死鳥クロウを使ってトラ上げしてみたっていう動画、お送りしていきました。いや、トロフィーも上がってね、なんとか7400台乗りましたんで、最後にブロースターボックスを開けていって終えたいなと思います。さあ、どうだ、来てるからね、今俺。来てるからね、頭も来てるからね、やかましいわ。さあ、ガンガン引いてって、もうね、はい、はい、
はい、お疲れ様でーす。はい、そんな感じでね、これからも毎日ブロスター動画投稿していきますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。